旦那が多分発達障害です、多分アスペルガーです、いつもイライラしていてとても自己中です、子供も突然切れて加減はしているようですが暴力を振りますアウトですね。本人曰くストレスがひどいらしく、その原因が周りの人間にあるような言い方をします。自分にも原因があるんじゃないかと言っても全く自分は悪くないと思っているようです、ストレスを感じるあなたの考え方を変えたらいいんじゃないかと言っても変えません。何か彼の考え方が変わる方法があれば教えてください。子供を殴るたびにその旦那さん殴ってください。結局自分が相手に対して暴力を振るってもダメージがないし損がないので、要は自分の感情を優先して暴力を振るうのが正しいということになってるんですよ。なので暴力を振るった場合にデメリットがあるっていう状況をちゃんと作らないと悪化するんですよね。要は自分が気分が悪くなってる、それは相手が悪い、だから気分が悪くなってるのは相手が悪いんだから殴るのも当然でしょ、だって相手のせいなんだもんっていうのがどんどん強くなってしまうので、なので暴力を振るった時点で殴るとか刺すとか、なんか武器を使うとか、あと警察に通報するとか、きちんとやらかした場合は損するよねって構想を作らなきゃいけないと思うんですよね。多分大人だからそこまでしなくてもわかるでしょうっていうので話し合いで解決しようと思ってるんですけど、残念ながら話し合いで解決しません。でこれ発達障害ではないです。ただ頭の悪い短気な人も同じことやります。なので、じゃあその場所にヤクザがいたら子供殴るかっていうと絶対殴らないんですよ。要はヤクザを怒らせたらまずいねみたいなのがあるので、目の前にヤクザがいたら何か嫌なことがあってもきっと我慢すると思うんですよ。それで我慢できなかったらそれはそれで面白いんですけど、っていうのがあるので、単純に自分より弱いものに対しては暴力を振るっていいって考えてるので、なのでやり返すぞ、弱くねえぞっていうのを見せるためには暴力で体力勝負でやると負けると思うので、刺しちゃった方が早いんじゃないかなと思います。で一回刺すと警察だったらなるかもしれないですけど、その後もう一回刺されるかもっていう恐怖感があるので、あんまりやらなくなるんですよ。多分刺した後に殴り返されて大変なことに一回はなると思うんですけど、とはいえ多分一回でも刺してくるやつが家族にいると、これやったらまた刺されるかなっていう恐怖感がどっかに残るので、そういう意味で動物を調教するときはやっぱり鞭で殴るとか、ちょっと暴力を与えてしつけるっていうのがあるんですけど、なので体力がないんだったら刺すっていうのがいいんじゃないかなと思います。